はいどうも、実行の時志亮太です。今日は天然砥石の紹介をしていきたいと思います。で、今回紹介する天然砥石はこちらになります。こちらはイオメイト身を尽くし姫のイオ木目になります。で、今回のイオ木目、ちょっといつものイオ木目と見た目が違うかなって思うんですけど、結構この白い部分が多いイオ木目になっています。で、この感じは僕も見るの初めてなんですけど、まあ、ここにいつものイオ木目があって、ここから下がちょっと違う部分っていう感じになってますね。で、今回のやつ、まあ、ここのとことここのとこで、まあ、研ぎ感とか違うのかが気になるので、まあ、ちょっとそこら辺も詳しく見ていけたらなと思います。で、今回のこのイオ木目が同じパターンのやつが4種類ぐらいありまして、今回はその4つ紹介したいと思います。で、今見ていただいてたのがこちらになります。で、2つ目がこちら、まあ、ちょっとイオ木目の、 いつもの茶色い部分が少なめのパターンですね。で、3つ目がこちらになります。で、これは表部分は、まあ、イオ木目のこの茶色い部分の割合は一緒ぐらいなんですけど、反対がこんな感じで少し多くなっています。で、2つ目のやつはこんな感じになってます。で、4つ目がこれですね。で、この4つ目のイオ木目が一番この茶色い部分が少ない、もうほとんどないぐらいの感じになってます。なので、まあ、飛ぶ部分はこの白い部分になってくる感じですね。で、今回はこれを試し研ぎしていくんですけど、まあ、4つあるので、まあ、この中から1つピックアップして研いでいきたいなと思います。で、やっぱり一番気になるのはこの茶色い部分と白い部分でどんな感じの研ぎ感の違いがあるかっていうところだと思うので、今回はこの一番どっちもの割合が多いこちらでやっていきたいと思います。ちなみにこのイオメイトはこんな感じで商品番号が振ってあるんですけど、この4つは T141、T142、T146、T148 っていう4種類になります。まあ、なので、実行のウェブサイトでお探しになる場合は、この数字を探していただけると同じやつ見つかりやすいかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは今から研いでいきたいと思います。はい、それではこちらのイオ木目使って研いでいきたいと思います。まずは濡らしてみようかなと思います。はい、こんな感じです。結構白い部分も濃くなりましたね。白っぽいかなと思ってたんですけど、結構濡らしたらオレンジっぽい感じになりました。で、このイオ木目の箱の木目の方もかなり綺麗ですね。はい、それでは研いでいきたいと思います。泥出しした感じはかなり締まってる感じがありますね。研ぎ感もこことここで違いますね。こっちの方がやっぱりちょっと締まってて固めなんですけど、こっちはちょっと柔らかめでしっかり包丁に食いつくような研ぎ感になっています。なんでこの泥もこの上の方は結構しっかり出るんですけど、下の方はちょっと控えめな感じですね。はい、ということでざっと研いでみたんですけど、いかがでしょうか。見た目がこんな感じになります。いや、綺麗ですね。いい感じの霞仕上げになってるかなと思います。で、こちらのイオ木目は結構光るような感じの砥石ですね。まあ、艶が結構出るようなタイプになっています。それでは刃付けしていきたいと思います。それではこちらのコピー用紙で試し切りしていきます。はい、いかがでしょうか。
いや、今まで研いだイヤ木目の中では一番切れ味良くなりますね。やっぱりこのちょっと白っぽい部分が多くて締まってる部分が多いからかわからないですけど、まあ、結構粒度も細かいような感じがあります。で、切ってる感じもかなり滑らかでスーッといくような切れ味ですね。ということで今回のこのイヤ木目の総評になるんですけど、まあ、硬さ的にはイヤメイトの中では、まあ、この部分はやや固めで、この部分はまあ標準ぐらいかなと思います。で、中砥石、腎臓の中砥石と比べたら、まあ、こっちはちょっと固めで、こっちはまあだいぶ固めっていう感じのイメージだと思います。で、まあ、刃付けは基本的にこっちメインでやったんですけど、まあ、切れ味的にはかなり滑らかでスッといくような切れ味になってます。で、粒度も結構中仕上げ砥石っていう感じですね。あとこちらの砥石、砥面がめちゃくちゃ広いので、まあ、かなり研ぎやすいです。はい、ということでイヤ木目いかがだったでしょうか。今回のこちらのイヤ木目気になる方がいらっしゃいましたら、ジッコのウェブサイトを概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、今回は一つだけピックアップして研いだんですけど、まあ、このやつは基本的にこの白い部分が多いので、白い部分が研ぐ場所になるかなって思うんですけど、まあ、ここら辺の研ぎ感っていうのは大体同じような感じになっていると思うので、このやつ見るときはぜひ今回の動画を参考にしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。